はい、どうもプロルでございます。本日はですね、前回もやったんですけども、ワンダフル正八丁劇物の方をね、今回はですね、角武と抜きで大キャラのゴム猫と猫モヒカンですね、こちらの2体だけでねやるというね、完全なネタ動画なんで、とりあえずね最後まで見ていただければいいかなって思います。まあ、ほとんどでも暇つぶしてるの見てくれればいいと思います。で、本当にひたすら出すだけです。で、もうひたすら出すんですけども、まあ、ちょこっとね、注意点があるぐらいかな。まあ、なんか最初の方は基本的にもうずーっと両方出してみて問題がないと思います。あ、問題はあるわ。一番最初だけはね、大キャラのゴム猫だけです。モヒカンの場合になるとですね、先に走るから4体以外のね、ボスの方が出てきちゃうんで、4体揃ったところでね、猫モヒカンの方をね、出した方がいいと思います。で、あとはですね、途中の方で、まあ、大キャラのね、猫モヒカンの方が溜まっていくんですよね。まあ、ここはなんで溜まっていくのかちょっと理解わかんないんですけども、まあ、ゴム猫の方はね、一番最初の方で倒れるんで、多分ゴム猫じゃねえや、大キャラの方が、まあ、猫モヒカンの方が多分溜まっていくんで、で、それによってですね、出撃制限が食らっちゃうことがあるんで、そこをうまく調整した方がいいかなって思います。だから、そうですね、猫モヒカンの方が多くなってきたら、ちょっとね、ゴム猫だけを出すっていう方がいいと思います。一回それで出撃制限を食らってですね、ハシルくんの方に、ちょっとね、このポジションが一番ね、いいんですけども、まあ、前線の方をね、削られてしまって、もうその方を攻撃できなくて断念っていうことが一回あったんでね、そこを踏まえて今回はですね、うまく、キャラのね、まあ、出撃の数をね、まあ、調整っていうのもないけど、うまくね、頑張りました。まあ、そんな感じかな。やっぱりですね、まあ、大キャラの猫モヒカンですね、こちらの方がね、結構溜まっていくとね、城に与えるダメージがかなりえぐい。もう見ればわかるんですけど、ガガガガガってなってて。で、それで調子こいてやると、出撃制限食らっちゃうっていうところがあるんで、うまく本当にここは調整が必要かなって思いました。まあ、それをやればね、この2体だけでも実際勝てます。一応、ニャンコンボは今回入れました。多分入れないと難しいとは思うんですけどもね。ニャンコンボ入れれば、こちら2体でも勝てるかな。普通に2体だけでいけるのかな。そこはちょっとまだやってないんですけども。まあ、一応保険としてね、猫モヒカンを入れました。猫モヒカンじゃないよ。ニャンコンボだわ。今日ダメだな。まあそんな感じですね。もうちょい多分終わります。はい。まあ今回はそんな感じで、たまにネタ動画とかでやろうかなって思います。ってことでまた次回の動画で会いましょう。戻るー。